チャンネルです。今日はママに授業参加に来てきてほしい服をシーンで、うん、私がバツ丸を選んでいきたいと思います。はい、ってことですぐ行っちゃいますよ。やっていこう。どの服着てくるやろな。まずはちょっとシーンっぽくないベージュのセットアップ、分厚くて結構気に入ってます。はい、じゃあ1着目お願いします。ジャッジお願いします。はい、どうかな。どうも食べるね。おお、いきなり丸出た。生地がすごいいいし、あといいの、すごいお母さんらしい。お母さんらしい。お、よかった。ちょっと可愛い系だとちょっとこれで逆に外す。あ、そうなんだ。じゃあこれ1着目はグッド。このね点数はね、うん、つけてくれるの。94点です。おお、結構高い。94点です。次いきます。すごい、なんていうのかな、ゴージャスっていうか、なんか高そうと思って買いました。はい、ももちゃんお願いします。はい、ゆうがいます。おー、全然全然。あー、何ですか。はい、じゃあまずちょっとこの子は良くないと思うけど、触るとね、ちょっとなんかあー、鳥肌立って。そうそうそう。で、あと、うん、ちょっと授業参加にあれかなって思うし、うん、ちょっと授業参加これはね、あと私がもし違う人のお母さんだったら喋、うん、りかけづらいな。あー、そうなんだ。オッケー。はい、じゃあ次これです。これね、本当は下これと同じセットの下が売ってたらしいんだけど、それがすごい人気で売り切れちゃってて、それは悔しいんですけど、せめてカーディガンだけだもんと思って買ったのがこちらです。可愛いよね、しかも生地いいの。なんかすごい、これは嬉しい。欲しい、おすすめ。でも売り切れるかもしれない、これ。ということで、ももちゃんに見せてください。お願いします。はい、はい、では今からやっていきます。はい、はい、ブンベ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 ン。あ、おお、やった。これは超可愛い。あ、本当。99点。おお、あれ1番。ありがとうございます。まだ分かんないです。やってやっぱ超可愛いと思う。いいでしょこれ、うん、しかもね、生地触ってすごいじゃん。あのね、仲良くあさってくれる。おー、いいね、ありがとう。しかも生地がほんと分厚くてね、いいです、これ。はい、次はこちらです。2点目、ちょっと色がさ、なんて言うんだろう、深い感じ。ティーンさんもすごくて、すごいママ的には気に入ってんだよね。なんかカーディガンもね、豪華って、生地がとにかくいい。ということで、ももさんの反応を聞いてみましょう。でん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 うん、これね、実はこれがちょっと薄ピンクだったり、白だったら可愛かったです。ちょっと実はね、これね、ちょっと紫とかもあってすっごい可愛かったの、パープル。うわー、やったー。で、ママ的に気にします。でも、素材もいいと思いますね。これね、こういう可愛いパープルもあったの、あと白もあったの。なんか汚れるかな、そうね。どうせまあ汚れることしないよ。はい、3点目いきます。ちょっと今度はなんだ、ジーンズ的な感じでこんな感じで、で、上が、うお、高い。これあ、バブルじゃないや、ブルーのニットです。高い、何より。で、可愛い、結構好きなデザインなんですけど、ももちゃんどうでしょうか。お願いします。授業参観だからね、普段と違ってるわ。でん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 おー、やった。あ、本当。これは、まず、結構嬉しいかも。下がね、私こういうの好きなの。ここが垂れてる、あ、フレアみたいな感じのが好きだし、あとジーパンいいと思ったし、あとこれは、嬉しい。ここもこれ、水色のままあんま着ないから似合ってる。うわ、嬉しい。この点数は、98点。やったー。え、これ結構高評、嬉しい。結構着ちゃおう。でも、あったかいし、すごい明かり。
このニットおすすめします、本当に。結構暖かいよ。え、ちょっと置いて。え、何出すの？すごい珍しくていいと思う。ここがすごい長くて、でもセットなのね。でもちょっと13巻にはなんとかって言われそうな気がするけど、これ私的に結構好きな感じの私服。はい、お願いします。はい、ちょっとお待ちください。絶対見ないように頑張ってる。はい、じゃーん。おー、どうでしょうか。普通に可愛いんだけど、うん、授業参観にはちょっと、それはわかる。ちょっとかっけーな、黒すぎるよね。まさに授業参観黒すぎるとダメなんだ。うん、グレーはいいかも。あ、そうなのか。これ結構好きなんだよね。買ってよかった、これ。私的にすごい。これも普通に可愛い。着やすい。こういうの大好き。次、これは、シーン様によくあるやつで、なんか、絶対私外にこういうの着てかないんだけど、なんか、部屋っぽいじゃん、ちょっと。でも若い時着るとさ、こういうのもさ、外でなんかいいけど、ママとなると、外これは出れないから、正直多分、ちょっと欲しかったんだよ、これ。え、なんか似合わない気がする、すごい。なんか似合わない。え？もちゃん、お願いしまーす。おー授業参加。今から行きたいと思います。授業参加にこれはビビるよね。授業的 NG なんですけど。だよね。え、でも、うん、私これ超欲しいと思った、うん、あ、ほんと？え、だけど、でも、うん、私こういう服を、授業参観はちょっと目立つけど、うん、これ、これから着てほしい。ほんと？授業参観なしだったら、うん、99。あ、ほんとに？あ、そうなの？かっこいい感じか。うん、結構ありがとう、やっと。あ、授業参観だから、そっか、さっきは。意外。次、こちらでーす。いや、私まだ見た。間違えた。次こちらです。あ、見てた、はい、ちょっとね、ウエスト、なんていうんだろう、結構スタイルがよく見える感じのニットで、ふわふわで、まあ、あったかさとか生地はもう私的に100点。あとは、ももちゃんの、まあ、授業参観にどうかなっていうところかな。じゃあ、お願いします。はーい。おー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 、やったね、うん、ふわふわ感が、あ、もーちゃんふわふわ好きなんだ。あと私の白、うん、私の白、うん、白が好きだし、うん、あと授業参加には派手すぎないし。おー、やったー。しかもなんかちょっと定番だし。はい、そうですね。ありがとう、うん。次はこちらです。ちょっとさっきと下は変わってないんだけど、上だけ変えました。で、これはもうちょっとなんかこうお腹こんな感じでやってもいいんだけど、まあママはちょっとね、お腹は寒がりなので若くないし、こんな感じで普通に行きたいと思います。もーちゃんはどうでしょうか。おー、あれ、あ、間違えた。え、おーい、なんでなんで、あれ、ちょっと授業参加には派手すぎるな、うん、あ、あ、そうだね、確かにね、ちょっとかっこいい系の感じするもんね、はい、じゃあ点数をどうぞ。自分で点数は77点です。 あんま良くない。わかりました。こういうかっこよすぎもダメなんだ。はい、オッケー。ありがとうございます。これね、ちょっとね、生地がすごいモコモコなんだけど、ちょっと外では貼るっていう感じかな。どうでしょうか。もう恥ずかしいもん、なんか短く、はい、ちょっとね、ラブリーすぎる。そうだよね。でもね、生地いいよ。うん、しかもお腹がそこ見て、ワンピースだから、ママ最近お腹太ってるから、うん、なんか着れるからいい。お願いします。なんだ、え、これパジャマ？パジャマです。だよねって感じだよね。え、でもさ、パジャマとしてはなんか普通におしゃれなんだけど、パジャマとしておしゃれ。これで学校来たらビビるでしょ。やだやだ。ママちゃん、じゃあどうする。ママちゃん来たよ。ママ見て、これすごいあったかいニットのニットカーディガン、しかもフード付きのをちょっと選んでみました。これどうかな、これいろんなもの上に着れるんだけど、どうですか。何の上にでも着る、めちゃくちゃ緩い感じで、あ、落ちた、すいません、何でも着れるよ。イエーイ、え、これいい。
もうよかった。この点数は90、5点。何が言った？